はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。ちょっと鼻声で申し訳ないんですが、本日バージョン 3.0 後半ガチャで実装されるドリーの性能が公開されましたので、まあ、これを簡単にね見ていきたいと思います。まあ、性能部分というかモーション部分、見た目の部分で今までにない異色のキャラクターになっています。では行きましょう。はい、こちら公式からの紹介によりますと、ドリーは治療と元素チャージを兼ね備えた、雷元素サポーターであるというふうに紹介されています。雷ヒーラーといえばね、ようやく最近実装されたクキシノブが上がると思いますが、立て続けに雷元素はヒーラーの追加ですね。ただドリーの場合、元素チャージサポートもできるようです。はい、これがどういうことなのか、テンプを一つずつ見ながら、性能ね確認していきたいと思います。はい、まずはテンプ通常攻撃、マーベラスソードダンス回ですねめちゃくちゃ派手な名前なんですが、これモーションね見てくださいよ。なんかスライムと言いますか、何なんですかね、ランプのせいなのか分かりませんが、何かスライム的なものに乗ってそいつが両手剣を振り回しています。で、通常攻撃終わった後、なんかおだちんみたいのを1コイン分1モラかな上げてますね。このモーションは新しいですね。なんかその分強かったり特殊な能力があったりするんでしょうか。で、最大3段というね、かなり段数が短いのも特徴です。まあ雷元素でもありますから、超伝導反応にも絡めるので、このスライムというか魔人を使った物理型みたいなのもやってみたいです。では続いて元素スキル、ジンニーランプトラブルシューター、ジンニーランプってですね、トラブルシューター砲を発射するようジンニーランプに合図を出し、雷元素ダメージを与える。トラブルシューター砲が命中すると、近くの敵を自動追尾するアフターサービス弾を2発生成し、雷元素ダメージを与える。初撃は雷範囲ダメージで、追尾弾は単体ターゲットみたいですね。ただ単体ターゲットの途中で敵にヒットした場合でもダメージ出てるように見えます。まあかなりシンプルなダメージ系のスキルに見えますが、どう使えってことなんですかね。激化反応とかで使うと、初撃も追尾弾も両方激化超激化起こるよみたいな、そういう感じなんでしょうか。あと範囲攻撃なので、超開花反応とかにも絡めやすそうですね。で、ここには書いてないんですけど、あのキャラクター紹介の方で元素スキルで自身のエネルギーを回復できるっていう風に紹介されていたので、元素粒子を作れる以外にも何かしらエネルギーを回復する能力もついていそうです。まあ、あるいは固有テンプの方であるんでしょうか。はい、そしてお待たせしました、ようやく最重要の元素爆発です。アルカサルザライの極上サービス、ランプの性を召喚し、お客様に様々なサポートを提供する。いいですね、爆発。ランプの性、近くにいるキャラクターとリンクする。ランプの性とリンクしたキャラクターに火器効果を与える。持続的に HP を回復する。 HP の回復量はドリーの HP 上限によって決まる。持続的に元素エネルギーを獲得する。雷元素付着状態になる。キャラクターとランプの性の間のリンクが敵に触れると 0.4 秒ごとに敵に雷元素ダメージを1回与える。ランプの性は同時に最大1つまで存在可能。いや、なかなかいろいろと面白い能力ですね。まず突っ込みたいというかね、順番に見ていきたいのが、ドリーの HP 上限によってこのランプの回復量が決まるというところ。これ実はね、両手剣で初の HP 依存キャラクターですね。というのも、今まで金の剣っていう、あの HP が上がる剣あるじゃないですか、あの両手剣が一回も生きることがなかったんですが、ようやくこれでね、ドリーに装備すれば金の剣生きるんじゃないかと思います。いや、救済されたのかな、どうなんだろう。で、次が持続的に元素エネルギーを獲得。これ強力ですね。ランプ出してリンクしとくだけでどんどんエネルギー回復するみたいですから、まあ、それこそ今後ね、草元素のめちゃくちゃ爆発が重いアタッカーとかが実装された場合、ドリーでそれをずっとエネルギーサポートしつつも超激化総激化につなげ上げることもできるってことで、まあなんか将来を見据えた爆発でもあるなと思います。あとは雷元素付着状態ですね。まあこれをうまく活かすのは難しいんですが、あのレザープラスジンのサンファイアみたいな感じで、まあ、ジンと合わせることで雷拡散で、雷拡散でもあの超激化を起こせますから、まあ、そういったコンボも一応考えられますね。そしてリンクが敵に触れると持続的にねダメージを 0.4 秒ごとに出してくれるというこの能力、ちょっと活かすのは動き回る敵相手には難しそうなんですが、うまく決められたらやばいですよね。これどうなんだ、何回に1回元素付着できるかわかんないんですが、まあ、うまければ激化反応を何回も起こしたりとか、あと超開花反応って、あの落ちてる草原核に雷元素を当てなきゃいけないじゃないですか、まあ、結構判定緩いんですが、一応当てなきゃいけないんですけど、このドリーのリンクで走り回れば絶対当たるじゃないですか。なので、まあ、かなり超開花でも活かしやすい爆発かなと思います。
ただそうなってくると問題が、元素反応に必要なのは熟知なんだけど、回復量に必要なのは HP ということで、ちょっとステータスの割り振り方が難しそうですね。まあ純粋なヒーラーとして回復特化で使うのか、あるいは、もう元素反応要因として熟知盛りで使うのかみたいに、いろいろ、使い分けができそうです。まあ何にしてもこの爆発が肝ですよね。現時点でもいろんな使い方考えられますが、まあ、正直やってみないとわからない、未知数な部分が多いので楽しみです。で、素材に関しても発表されてますね。あの雷の爆炎樹的なやつ、正式名称忘れちゃいましたが、あれのボス素材が必要なのと、あとポイントがジャクダ竜王の素材ですね。いや、これは嬉しい。最近あの雷電素材ばっかり使いすぎてなくなってきてしまっていたので、ジャクダの素材はね、いくらでもありますから、テンプレベルの育成は楽そうです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございます。いや、魔人任務のネタバレになっちゃうんで言えないのかじゃあどれについても話したいことあったんですが、まあまたね、魔人任務でも登場しますので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。で、現在で原神動画毎日投稿中で、また明日以降もバンバンね、動画投稿していきますので、よければチャンネル登録お願いします。していただけるとね、めちゃくちゃ嬉しくてモチベーション上がりますので、よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。